これ違いかも、違いかも。あ、黒いここからある気がする。ない。マイホー。最近の大学生はこれだから。だから大学生じゃないです。いや、ケアして動いた方が良かったかな。わお。コックピットからサントスさんメイン巻きボタンです。サントスさんメイン。弦が停電を貨物で直しました。あ、そのままバイタル。最後右上がってるよね。右のどこですか？一番右。はい、出ます。店舗で確認。はい。で、その後バイタルを見に行って開いた段階でも2つともデッドでした。これサントスさん多分サントスさん多分シャワーだと思います。行ったの最初メイン巻きから。慎太郎から隠しろ出ちゃうんじゃないかなって不安です。工藤さんの位置って分かってるんだっけ？分からん。ちょネロちゃんは僕エレキで見たから診察先ってアルマト診察先アルハタネロアルハタネロか、オッケー。アルハタネロ、うん、ハタゲンってすれ違ってるこれ。はい、配電盤前で見てる。 ああそうなんだ。で、畑坂さん覚えゲー覚える方に行かれたのを見つつ私がバイタルに行ってます。ね、アルマーはね、いや、アルマーが見えなかったから探しに行ったって感じだね。あ、僕はね、金庫タスクやってたから、原産とは奇跡のすれ違いしてるなと思ってる。まあ、アルハタだけが貨物方向に行って、で、僕は最初、覚えゲーやって、金庫タスクやって、ラウンジトイレで終わりなんだけど、はいはい、一応、貨物の配電盤前とか死体チェックもしてて、まあ、その辺には死体がない。はい、弦の経路は一応。慎太郎さんも証明できると思っていて、うんうん、最後エレキに私が上げ上げ行動したところで慎太郎さんとすれ違いましたので、私がバイタルから来てるのは証明できる。アーカイブは切ってるんだっけ？あ、ゲンです、一人です。ああ、そうなんだ。だったら工藤はキッチンには湧いておらず、うん、俺は単湧きなので、エンジンか宿舎前かコクピットに湧いてそう。セキュリティ最後は俺がコクピット湧きって言ってるから。ああ、なるほど、うんうん、で宿舎湧きスナッパーシェリフ CO です。単湧き、はいはいはい、なるほど。エンジン不死身は単湧き。俺エンジンの真ん中でずっと棒立ちしてたんだけど、トータスさんってエンジン通ってますよね？通ってる。見てないんだ。コックピット。コックピット。長かったけど、どうせボタン入るかな読みでエンジン真ん中棒立ちしてたんだけど。見てないな。あ、宮ちゃん、宮ちゃん、俺あの金庫初手金庫室の弁当前でシェリフ分回してたから、そっからは行ってない。じゃあ停電のタイミングですごいよくと。僕から原産と工藤、原産とネロちゃんに隠し色出せます。ありがとうございます。どうも。待って、工藤さん右いないなら隠しろでいいと思います。初手に生きるだから、もつり進行でいいんじゃない。まあ俺は容疑者だけど。入荷しましたよ、猫。そうなると左側のキルだった場合って坂口さんも藤宮坂な。坂さんってエゴサーチとかされます？あれ、よいしょ。あ、ごめんなさい、遅れました。あ、します。全然します、全然します。え、なんか、わかんないけど、めっちゃ嬉しくないですか？なんか書いてくれてると。え、書いてくれて、ああ、イラストですか？まあ、イラスト、なんでも自分のことついてくれてる。ああ、嬉しいです。めっちゃ嬉しいですよ。うん。工藤さんって、はい、違う工藤と引っかかったりすることあります？あ、全然ありますよ。やっぱありますよね。最近人気の小説家に工藤って人がいて、めっちゃ引っかかる。いるんだ、人気小説家が。その人と俺の VS です、ね、いいね、はい、みんなが誰と被るの、はい、込み直し。おい、慎太郎って最終時どこにいるの？僕最後バイタルだね。バイタル、エレキでネロちゃんと会って、エレキバイタル間ぐらいで原産と会ったかな、確か。はい、で最後バイタル確認しようと思った瞬間にボタンかな。うん、初めはこう脇から一歩も動いてないっていう主張。一応右に数歩、弁当の上らへんには動いてます。ああ、俺ちょっとルーノで右下らへん、うん、狭まるときに真ん中あたりを取ってるエンジン。ああ、奇跡的な。あ、まあ、でもトータスさんは実際ボタン押してるから、まあそのルートしかないとは思うんで。
これ今思ったんだけどさ、サントスさんってシャワー行ってるんだったら、逆に僕みたいにサントスさん右の方に行ったように見えたから、左側にめっちゃ人いるならそっちの方が絞れる、もしかしたら慎太郎さんがまあ見られてるんでしょ、バイタル付近でゲンさんに、はい、ネロちゃんとゲンさんに挟まれてる構図、まあ、いや右の方が絞れる、最終的にはね、うん、キルできる人物じゃないよ、多分嘘ついてたとしても、いやまあ客観僕がサントスさん切ればできるんじゃないか、うん、確かに開いた段階ではもう2デッドだったんで、うん、殺してからメインエレキッド降りてくることは可能だよ。ああそういうことね、最終的なアルゲンってどっちか白出てんだっけ、ゲンさんじゃない、ゲンさんは白、慎太郎さん視点で私ができない、うん、あそうか、あとアルマさんはそもそも貨物脇なんですよね、うん、いやバイタルっすよ、あバイタル脇か、まあ印刷で一緒に貨物まで入ってアルマが覚え芸人行って僕がダウンロードやって終わったらゲンさんが直し停電直してて、なるほど、覚え芸人その時僕は金庫にいる、覚え芸見に行って金庫見に行って給油見に行ってラウンジ行ったらトイレが開いてたからアルマがいたみたいな感じの、ああそこ見てんだだったから、慎太郎を弾けるんならある旗で右のキルは落ちそうかなと思ったけど、え弾けないっていう話を今してたんじゃない、まあその要は弾けないけど、まあ、まあ無理して弾くんならっていう、私も慎太郎に隠しは出さないよね、まあまあ俺は一応悪い、まあ一応初手キルで、まあネロちゃんとゲンさんに白出してるって状況だから、まあ藤宮が到達したと会ってたら藤宮も無理だけど、一応まあまあ確かに俺がちゃんとさんいけど、いやこれ正確に右ににしたいとか左右に位置したいかどうかすら分かってないから釣りに行けない、いやでもサントスさんの死体はほぼ右だよね、まあ、僕しかやってない硬いんじゃない、うん、うん、そっち、うん、ごめん分からんまあそうだよな、うん、2キロ来たらタスク進行絶対無理っすよ、それはそう、うん、だからここで2人釣り入れるのが丸いかなと僕は思います、ジミア今回いい勝いいな、ちょっと確かに、あらあの、うんうん、僕の一人語りを聞いていただきたいんですけど、あ聞きたい聞きたい、すする TV ご存知ですか、あもちろんラーメンのですよね、 あれで、うん、あのモデルの岸明日香がゲストで、はい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 、めっちゃ辛い蒙古タンメンっていうラーメン食べに行ってたんですよ2人で、すするさんと、でまあその岸明日香さんがちょっと辛いのそんな自信ないって言って、あ気になる、はい、ナイス、脇が空いてるのってキッチンと席だよね、いやキッチン魚さん、あ魚さんいいのか、あ左がねタン脇が多いね、あオッケーオッケーオッケー、普通に気になる、うん、コックピット通ったさん、ちゃんもうキッチン魚さん、うん、エンジン藤宮がタンタンタン、パンちゃん解放、そうだよ、ね、藤宮の印象がいいから左で詰める場合は魚通ったさんなんだけど、僕は通ったさんがボタンを押しに行くのを宿舎側から合流して見てるので、うんうん、あそうなん、一応その道中でキルできる場合そこに藤宮もいないとおかしくなっちゃうから、左を釣るなら魚さんから行きたくて、で右を釣る場合はさっきの話を聞いてる限り、はいはい、畑迫アルマが違うかどうかっていうのをもう一回詰め直した方がいいんじゃないって思ってるのと、それだと困って、なんでかというと、もうトータスさんインポスターで工藤のコックピット端脇、あコックピット脇が普通にあってコックピットコミュニケーションアカウントの扉で切っていた場合って別に白正面取れなくね、まあ一旦右のそのアルハタの方ぐらいかな、うんうん、まあこれ以上話しても多分何も、まあ、言った通りで、うん、アルマとは最後しか会ってないからどうやって、うん、どうやって俺とも最後しかっていうかバイタル情報があったじゃん、はい 3.5 秒前にはデッドついてた、だから前の試合じゃん、それだいぶ前の試合なんです、別の 3.5 秒今回はバイタル見た人いないはず、あれ違った、いや見ました見ました、私バイタル見ました、で停電明けバイタル見に行ったら、うん、もうすでにデッド2デッドでした、あって言ってたよね、そこそこどんぐらい弾けないのかだよな、その2人が覚え芸人の時に僕が下がってこない読みでベントに入ってシャワーにて切って帰ってきてラウンジバタバタしたはあるんじゃないかなとは思ってる、てかハタールだったらアルマの方をキルできるんじゃないの普通に、なんかなハタサコも藤宮も人外っぽいなって正直思ってるかな、トイレのドアがね開いてる状況を見てるんだったら一番左のドア
にが最後に空いてることを確認してるから今の証言が旗サコから出ないはず。なんかアルマステン旗サコ人外っぽいなら旗あるローラー飲めるんじゃないか。いやちなみに、いやごめんごめん、僕は藤宮の印象が一番悪いからそれは飲めない。藤宮自分が左右の容疑者なのにそれを棚に上げてこっちに塗ろうとしてるから一番印象は悪い僕は。まあ俺は左の人物だと自分では持ってるから右キルで、まあな、絞った時に旗ある死んで慎太郎は情報出しプラス2人に白弾いてるから旗サコ行きましょう。え旗あるになる。藤宮が印象いい理由は僕がボタンを押したターンに藤宮もミーティングにいたけど降りていってキルが発生しないから印象がいいです、うん、ボタン行きますね。うん、まあ、ゲンさんよりアルマだと思う。うんうん。ちょっと新入生いるって申し訳ないけど続き聞きたいです。工藤さんなんだあのでなんか辛さ抑えめの頼まれてたんですよ。はい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 。でもなんかめっちゃうわーつ辛い熱いみたいな、はいはい、もう水ごくごくふわーみたいな感じで食ってた。はい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 。めっちゃ辛いんだと思って。モコタンメね、うん、僕今日食いに行ったんですよ。で同じ辛さ抑えめの、うん、ちょっと 甘みとあ毎回引きがうまいんだけど、はい、毎回引きがうまいんだけど、まあ畑迫が人外にかけようかな。なんかあの僕って右からドアを開けてってるからアーカイブから戻ってきてトイレのドアをバンバンしてるって、うん、畑迫の証言は明確に怪しい。引きがうまいのよ。一番左が最後にしまう、うん、気がうまいのよ、まあ方針としてはごめんなさいやけどアルマ君には行かせてもらうんやけど、はい、まあ藤宮なんかね藤宮の印象がいいってなんか議論になっちゃってるからまあちょっと黙ってたけど藤宮って左右両方キルできる位置なのに、まあ、まあそうね一応はね。いやだからこそ議論頑張ってたって言われたらその通りだから宮ちゃんが隠しろに置くわけじゃないよ、あのターンって2キル入って容疑者位置がまあまあ絞れてるじゃないですか議論で。うん、左右、まあ、この人かなこの人かなみたいな感じになってて、うんうん、でネロゲンが隠しろってなってるっていう議論状況でインポスターからしたら、まあ、僕がインポスターだったら街が一番きついから正直絶対街でいいと思ってたからキルする対象がめちゃくちゃ難しくなると思うから待ってたら、まあ、俺視点というか俺は9人盤面の方が2釣り入れられるからむしろ一番釣りを入れるタイミングとしてはベストかなと思うけど、ね、7人盤面はミスれないから、まあ、ここはねもう考えの違いだからまあどっちもいいんだけど、まあ、まあ僕は絶対キルマチの方が強いと思ってるから、まあ、実際自分がインポスターだったら、まあ、待って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 今回はもうサントスさんの話ではなく工藤君の方がどう思っているかっていう推理を聞かせてくれる。まあ戸田さんの印象いいんで坂藤かなと思ってますけど、まあ、僕もねいや僕も桃坂富士だったらトータさんが一番印象いい。うんマジ魚さんの印象が良くなる案件が今のところなくて。それはそう、トータさんの印象はいいっすよ。そもそもボタン押してるし魚さんね。なんか魚さんが魚さんは2年待ってたから魚さんマイナスもないしプラスもない。だって俺がクルーの場合って基本左でキル起こってる場合ってキッチンタウン巻きて工藤を見ていないからシンプルにトータさんか藤宮になるわけ。まあそうっすよね、うん、だからそこだから当然じゃない。あいやそれはそうなんですけどまあ、うん、僕らからしたらっていう。そうです、客観からしたらまあそれは分かるけど魚さんは加点も減点もないただの容疑者って感じです。あれはね藤宮疑いがねめっちゃ分かると思うんだよね。俺もね慎太郎が別に人外の可能性ってあったらその時サントスさんがシャワーに行ってるし、まあでも何かしらね釣り入れるんなら、うん、まあ釣り入れるのがそもそも反対だから僕、うん、黒さん続きを。あそうなんですよ、うん、で今日実はお店行って食べてたんですよ。モコタンメン食べたんですよね、はい、何の話してるんですか。いやちょっとこれ引きの一生懸命議論してるっていうのに違うこれもう2回も気になるところで引き伸ばされてもうモコタンメンの話をしないでください。いやモコタンメンの話聞きたいのよ。やめました。人が一生懸命議論してるっていうのに、ね、えアルマはそんなに疑ってないんだけどなんか白だったら嫌だな。なんだお前は。あれ背脂もトッピングしたんですよ。何を言っているんだ。いいね背脂トッピングね、辛みがねちょっと良くなるんでね。いいね。桃。へえ。リアクター右直しました。左を単独で直してボタンです。
僕は確認できてない。聞けなかったな。そのシーンとかあります、そもそも。これあれだな、回想シーン多くてアニメ進まなかったって同じ気持ちだな。はい。ここでねや。うん。シンネロゲンで切ってみけたと思う、ね。もう工藤さんと違うボイスチャット行くか。そう、僕はコクピット向きで武器庫に降りたときに、ネロちゃんが下から上に上がっていく武器庫内を見て、で、展望から上がってくるゲンさんを見て、じゃあ、シンタロ君見たのかな。この試合どうでもよくなってきた。状況的に右切る、アルハタでローラーしてるから、いや、あの、初手切る、初手に切る。あ、初手の話。トータスさんがキルされるんなら、基本もう藤宮、魚、シンタロで、まあ三択で良さそう、うん、ちなみに僕ね言ってこなかったけど藤宮くん燃焼はいいと思ってるんで、まあ魚さんよりならなってるけどね。うん、そうそう。魚さん今回はえだからリアクター右で直していて、そのまま右上、あとリアクターの右に行って終わりだよ。その前でどこにいました？ね、どこ脇だったかな俺。いやハトしないで、ハトしないで、ハト絶対しないで、ハト絶対しないで、しないでしないで、それはダメ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 、絶対しないで。一応左右の順で直ってます。その順番的に押さえて、うん、ちょっとどうしても聞けなかったクロさんとベッドインポスターが終わった後聞くから、うん、ちょっと皆さんもこらえてください。クロさんって僕を走れてアルハタを使ってくれた藤宮君でしょうか。こらえて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 、まあ僕を容疑者に含めて雇用としたことも込みで、まあ魚さんの方が理論的に怪しいかなって思ってます。これどうですか。いやごめんごめん、逆の逆で、あまあまあ落ちてる段階だったら落ちてどうします。次キル起きたら多分魚さん、いやだからそれって結局変わらなくて、俺がクルーだから俺が釣られたらマットインポスター残りでワンキル入った場合って負けちゃうのよ、ね、どっちにしろな気がするんですよね。えでも俺が確証になった場合ってそれが否定されない。いやその別に魚さんが行きたいわけではなくて、釣らないってタクはどうなんですかって思ってるから、魚、うん、魚次キル入って魚アリバイなかったら死ぬで。いやだからアリバイ作ればよくない。いや魚さん、まあ、スキップ入れましょうかな。うん、魚さんに投票しましたよ。わかりました。マジか。まあ違ったらミヤちゃんかなっていう。いや違います。右行きます。うん、ナイツしてないのか。なるほどね。おお、すげえ。でもモータンメンが何なんですか。急にこっち側、そっちこっち側なんだ。急にこっちが来た。ああ、うん、セブン。ナイツしてないんすかね、でも今の。あ、なんで工藤さんそっちが行くの。工藤さんなんですか。工藤さんなんでそっちが行っちゃうの。セアンラをトッピングしてどうしたんですか。うん、かおぉー絶対ゲンさんがベント入ってました。証拠を聞いたり。ゲンさんがパカパカしてました。でもゲンさんのキルって誰が否定してたっけ。今回の金太郎から隠しろ。ごめん、今回の、誰だっけ、トータスさんだっけ？トータスさん誰のキルだっけ？うん、トータスさんですね。うん、トータスさんのキルはゲンさんできないことを俺が証明できる。え、てか、はい、もう初手キル2キルの時点でゲンさんは。2キル私は隠しろもらってます。うん、そう、私は。僕はもうゲンネロにしてます。いや、なんか慎太郎マットゲンさんインポスターがあるのかなと思ったんだけど。その場合でも右しかキルできないから。さっきスナパイさんと白取り合ってるんで、とりあえず藤原さんの中からゲンさんマットだね。そう、まあ、ね、主張としてはゲンさんマットしかありえないです。藤宮視点でも。で、ミヤちゃん釣るかな。僕がボタンを押す必要がないっていうか、そう、できる場面だから。わかるわかる。ミヤちゃん釣ると思う。先輩さん、今30秒経ってました？経ってない。うん、その段階で、リアクターでしたっけ今。リアクター。リアクターになりましたよね。なってない、なってない、なってない。何もなってない、何もなってないのか。じゃあ、藤宮さんがインポスターだった場合は、ミスのパターンの時あんまりやんないと思います。証拠聞きたいんで、最後来て、弁当パカパカするって、やる？どっちかさ、マットっぽいムーブかなって思っちゃったけど、まあ、まあ僕がマットだったら、慎太郎インポスターってなると思うんで、人外要素になるんやったら藤宮さんでいいか。一応今、ミーティング僕しかいないと思うんだけど、そもそも。だから、まあ、僕視点ではゲンさんがね、弁当入ってるから、ああ、まあそうか。ゲンさんがもう決めに来たのかなとは思ったけど。なんか僕はシンプルに藤宮くんインポスターでマットがいないパターンとかかなと思ったんだけど、これボタンが押せたからサボがなずに、うん、そっか、サボが鳴ってないのか。じゃあなってないからイベント入ったのがインポスターかもって話ね。うん、ミヤちゃん釣るかな。これだけ議論頑張ったのを評価していただきたかったけど、まあ、今までしてきた、うん、それとアルハタとの熱い身内切りということになります。うん、うん、まあ身内切りは基本考慮にもう入れないでいいんじゃないかっていう説がある。
まあなるほど。もう物理的にできずるのが、まあ、俺も慎太郎弾いてハタール行っちゃったからね。まあ、これは仕方ないです。慎太郎入れますけど。これは、お見事。私が、マットメイトです。ああ、そのパターンも考えてる。キルレナでお願いします。何これ？スナッパイさんが生きてるかどうかね。あーあー、待って待って待って、それはデカい。ヤブラの話はどうなったんだよ。あの話してんの。クドさん。誰が侵害これ。いや誰だ誰だじゃない、クドさん。クドさん誰だじゃない。クドさんも誰だじゃないのよ。いや、俺タスク終わってなかったからね。あー、いや、適当に殴ってたのに。気象天まで来てるから、早くキッズを聞かせて。あ、そうなんですか。あの、食べたんですよ。全く同じ。うん。注文で、うん、全く同じ注文で、めっちゃ辛そう。あっいやなんだっけ、もう。はたそこクルーなんだ。なんでマットいたのこれ。いました。俺タスクせずにね、もう。あ、そういうこと。そうそうそう。いや、ダウンロードタスクだったから内緒できてないし、ちょっと危ないなっていうので。何、坂田さんはね、動きが怪しすぎるからね。左の容疑者ばっか釣っとけばよかったんや俺。いや、多分その6人盤面で本当は PP だったけど、藤宮くんがあのタスク終わってないから分からずに、お互い探り状態だったっていう。そうそうそう、僕はもう坂田さん死ぬもんと思って入れちゃったから、うんうん、そうね。え、そうですね、工藤さん釣った時点でもう、まあ、いない前提でやってたんだ。あ、そう、もうやも待っていない前提だったから、うん、内通してないから。そうそうそう。何それ、むずこれはごちゃごちゃ。あそこ3人がいたんだ、あんた。いじめの慎太郎さん、はじきでね、白2枚連れてるから。そうそう。あんなん言うこと聞いちゃって。お願いローラー。そいつゴリゴリ容疑者なんだから。ずっとエンジン弁当こもってたら印象いいって言われてびっくりした。うわー、もう悔しい。もうまんまとやられてるじゃないですか、藤見。ちなみに私も悔しいです。もう工藤さんにモテ遊ば、モテ工藤さんにモテ遊ばれて私も悔しい。私喋れんかった、ボタン早くて。